さあ始まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。ちょっとタイミング間違えましたね。やっぱりこれ慣れないんですよね。だいぶやってきたんですけど慣れないですね。やっぱり僕には相棒が必要だなって思います。辻さんということで、はい行きましょう。今日はねなかなか おしゃれなネーミングの方ですね。ゆみちゃんになりたいゆみちゃんさんです。ありがとうございます。ゆみちゃんになりたいゆみちゃんさん、おそらく、いつも僕の横で座ってくれる素敵な女性のゆみちゃんの風になりたいゆみちゃんという素敵な女性からだと思います。まあとにかくありがとうございます。久々の、ね、女性からの質問かなということで、ワクワクしながら読ませてもらいますということで、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。たけちゃんは女性がレギュラーティーで回るのに適切なスコアはどのくらいだと思いますか。ゆみちゃんはいつもどうしてますか。ごめんなさい、ゆみちゃん今日聞けないです、ごめんなさい。スコア以外でも目安にするものがあったら教えてください。短めのコースでレギュラーティーで回ってみたらいろいろメリットを感じて、今後はできればなるべくレギュラーティーがいいような気がしてます。スコアは普段95から100、レギュラーからだとプラス10の結果でした。ドライバーは調子が良いと180か200ヤード超えるくらいです。よろしくお願いしますということですね。いいですね、なんかすごく久々に女性からの質問で、本当になんかしかもなんか向上心のある質問で、僕すごくこれはね本当採用したいなと思って、まずこれポイントなのは、女性がレギュラーティーから回ろうと思う気持ちっていうのが僕すごくいいなと思いました。まあ普通ね、女性もちろん皆さん前から、まあこれ権利なんで、女性は赤 T、シニアはまあもっと前から打てたり、まあ男性は白 T とかってまあいろいろあるんですけども、権利を行使するのは全然いいと思います。だからそのゴルフの楽しみ方って人それぞれなので、別に前から打ってスコアが良かった方がいいっていう人もいれば、いやいや後ろからチャレンジしてもっと上目指したいっていう人もいますから、そういうでもこのやっぱり女性がレギュラーティーから回りたいっていうのはすごい向上心がある女性なんだなと思います。でというのも、まあ一般的にまあ男性より非力と言われる女性がレギュラーティーから回るってことは、これ考えてこれ男性の方に僕ちょっとこれちょっと厳しいこと言っちゃうんで申し訳ないんですけども、男性がフルバック後ろから回るのとほとんど同じイメージだと思ってください。そりゃそうですよね。男性が力のある男性が後ろから回るのと非力、どっちかというと非力な女性が後ろから回るって僕は同じ意味だと思います。でここはちょっと批判があるかもしれないですけど、僕が嫌いな言葉だけお伝えしますね。男性がよく女性に対して女性は前から打てるからいいなって、まあ、言う人結構いらっしゃると思うんですけど、それやったらあなたはフルバックから回ってくださいって僕は思って、心で思うんです。実は実際口には出しません、当たり前ですけど、ただ結構そのなんていうんですかね、妬むという言い方は悪いんですけど、女性は前から打てるからスコア良くて当たり前だよなとか、ドラコン取れて当たり前だよなとかっていう言葉っていうのは、それで多分ゴルフから離れてる女性っていうのは僕結構多い気がするんですよね。女性を大事にしましょうってやっぱゴルフ業界ではすごい思ってる中で、やっぱああいう言葉で女性が嫌になってる方っては多分結構いらっしゃると思うんです。だからその本当に女性がレギュラーティーから回るっていうのは、男性がフルバックから回るのと同じぐらいの価値だということはまず知っとってください。で、はい、それはまず僕先にちょっとこの質問あったんで、せっかくやから言わせてもらおうと思います。で、まあこれちょっと話がそれちゃったんですけども、じゃあ今の話で言うと、じゃあ女性がレギュラーティーから回るのは男性がフルバックから回る時と同じと考えたとすればです。ちょっと今日ゆみちゃんがいないんで、ゆみちゃんが実際に白から回った時どんな感じかなって聞けないんですけど、僕がフルバックから回ったのはだいたいスコア90切ったか切らないかぐらいですね、実際の話だから。ゆみちゃんになりたいゆみちゃんさんもそのあたり、スコア的にはそのあたりを目安にしたらいいかなと思います。ただ今現状スコアが95から100ということで、それやったらじゃあレギュラーティーから回ったらいけないのかって、そんなことはないと思うんですね。そもそもじゃあ女性が後ろから回る、例えばまあ僕ら男性がフルバックから回るのをなかなかコースが、特に男性がフルバックから回るのってメンバーさんがおらんかったらいかんとかっていうところもあるんですけども、結局何かっていうと後続組に迷惑をかける可能性があるからなんですね。後ろから回ると少なからず距離が長くなりますから、やっぱりスロープレーの対象になってしまいます。だから僕は時間が全然遅くならないんやったら、女性は男性と同じとこから回ってもいいと思うんですよ。レギュラーティーからですよ。特に女性だけ前とかだと、なんていうんですかね、
一人で打たないといけないが嫌とかっていう女性の方もいらっしゃるんで、やっぱりみんなと同じところから打った方が早くなる可能性もあるし、一番はスコアもそうなんですけど、僕は周りの方、要は同伴競技者、同伴者のスコアを参考にしたらいいと思います。もちろん同伴者の方が結構上手い方でスピーディーな方やったら一緒に白から回ったらいいですし、まあ逆にちょっとまあ100オーバーの方が多いんやったら、その時は赤 T から回った方がやっぱり後続君に迷惑かけないかなと思いますので、一つの今のまあスコアで言えば、比較的上手なメンバーで回るときは僕は白 T から一緒に回ったらいいと思うんです。レギュラー T から回ったらいいと思いますし、その辺はまあ同伴競技者、同伴者とのスコアとか、まあ、レベルっていうのを気にしながらしたらいいかなと思いますので、で、まあ、90とかを本当切ってくれば、ぜひもう今後はレギュラー T からもうガンガン行っちゃったりと思います。本当にでもこのね、女性がレギュラー T から回りたいっていう、チャレンジしたいっていう気持ちっていうのは僕すごくいい向上心だなと思いますし、ぜひ頑張って本当にゴルフの腕磨いてほしいと思いますので、まあこれ参考になれば幸いですということです。ということで、本日は、ゆみちゃんになりたいゆみちゃんさんからでしたということで、まんたけ TV さようならなれんな、いつまでたってもチャンネル登録高評価で、たけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。